フィリピンマウンテン州、サガダにある、吊るされた棺中国雲南省分山州旧北県、白霊、包みの防人の子孫による吊り下げ墓の一つ吊るされた、棺は崖の途中に留め置かれた棺である。中国、インドネシア及びフィリピンの各地で見られる。中国語では、県館として知られている。棺を崖にかける奏法を、崖層または、県外層とも言う。 墓場として使われる天然の崖地崖から棺を吊り下げる様式は主に中国南部の傍人などいくつかの少数民族が行ってきた古代の葬式習慣によるものである。様々な形の棺はそのほとんどが一本の丸太をくり抜いて作られている。棺は崖の円直面に刺した二本の杭の上に乗せるか、崖の途中にあるホラー穴に置かれるか、または 崖の表面から突き出した自然の岩の上に置かれる。崖に吊り下げることによって、一体が獣に荒らされることを防ぎ、さらには魂を永遠に祝福することができるとも言われている。吊るされた棺のある、主な地域旧気加減白鯨包み、墓に使われる崖面の全体像。吊るされた棺は、ルソン島のマウンテン州、サガダで見つけることができる。スラウェシ島の高地には、 トラチャ族によって吊り下げ棺や個人を模した人形タウタウが副葬品として収められたロンダ埋葬洞窟がある。ありがとうございます。